こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。スターフォースポケットプラス。おはよう。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。クエスト達成、やったね。ねえねえ、さあ、まずは G3 を取る、戦いから始まります。はい、何です？体重はバッチリだね。ねえねえ、元気だね。まあまあかな。はい、何です？これは何商店。1.4倍、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。
一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。小倉大商店1800m、 まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ってバイネルミラノ、2番キャトルフィーユ、それからもう1頭4番カレンブラックヒル、そしてその後ろから6番マコトブリギャール、その外にウィンマーレライ、12頭が第2コーナーに向かいます。コスモソーンパーク、12番ヒットザターゲット、ラングレーがその後ろ、ダコール、その外10番レッドレイブン、この辺りちょっと離れている7番アロマティコ、1番人気の5番片野南風、さあ気合はどうなんだ、流れるように、それから2番キャトルフィーユ、そして4番手に11番ウィンマーレライ、そのうちからは6番マコトブリギャール、コスモソーンパーク、ヒットザターゲットがそのうちにいます。3番ラングレー、そしてその後ろから8番ダコール、外を通りましてレッドレイブン。さあ小倉競馬場のスタンドから大歓声が上がります。畑の南風直線伸びてくるのかどうか、依然先頭カレンブラックヒル、ちょっと差がある。畑の南風懸命に追う、さあ来た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 、畑の南風だ、ものすごい足だ、このまま粘れるか、カレンブラックヒル1着、4番カレンブラックヒル、1番人気の畑の南風が2着。気を取り直して次行こう。一着4番馬がレースから帰ってきたね。いい仕上がりだね。体重はバッチリだね。はい、何です？クエスト達成、やったね。ねえねえ、ねえねえ、そういえばさ、感じだね。お、嬉しい。はい、何です？ちょっと聞いてよ。感じだね。まあまあかな。ねえねえ、
仕上がりだね。いい感じだね。出しましょう。はい、何です？一番人気だけど。すごい意見ありましたね。ただいまより投票受付を開始します。トリベール オープン特別かやり直しかな。これへ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。阪神牝馬ステークス 1600m、 まずまずのスタートといったところであります。お互いの出を伺っているところであります。果たして何が行くか。完全といった8番スマートレイヤー、外を通って10番フォーエバーモア、その後ろでやりましょうか。4番ダンスアミーガ、それから3番ベルルミエール、まもなく第3コーナー、その内からはホエールキャプチャー、そして6番手に名勝マンボであります。7番カフェブリリアント、そしてそのうちにレッドリベール、ブリウリがその後ろ、そして外からはサングレアル、内から1頭ハナズゴール、ばらけたレース展開であります。そして1番人気の片の南風、ね、うまくいっているんではないでしょうか。先頭を行くのは8番スマートレイヤー、2馬身リード。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。旗の南風、馬群をさばききれるかどうか。先頭意地を見せるか。スマートレイヤー懸命に手を動かして、土先と旗の南風、何か突っ込んでくる。7番カフェブリリアントか。カフェブリリアントが差を詰めてきた。旗の南風懸命に追う。このまま粘れるか。ダンスアミーが外を通って、カフェブリリアントか。ダンスアミーがか。カフェブリリアントか。首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。全然届きません。もう今ダメかもな。伸びなかった。あれ、いまいちだったかな。一着7番、距離だけの問題なのかな。2着馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。いい感じだね。はい、何です？作物ができてるね。農園に行きますか。ねえねえ、ねえねえ、いいじゃないの。
ソボタージュ上がりましたね。ねえねえ、なかなかいいオープントップ別ってないな。いい仕上がりだね。お、嬉しいか。よしよし。ねえねえ、30分前、いやそんなことないよね。一番人気だね。 2.1 万だんだん率が悪くなってる。ただいまより投票受付を開始します。各話のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。丸尾記念12頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところ、それからもう一頭レッドデイビス、そして外からはタガノグランパ、その後ろサンバシンクライあって11番アズマシャトル、12番プロイバタイ、マックスドリームであります、5番マジェスティーハーツ、徐々に差を詰めます。阪神のスタンドが揺れています。パタノミの三風はまだ後方、ようやく追い込み態勢、先頭武豊と冒険ヘイロー、外から来たパタノミの三風、一気に襲いかかる、ラブリーデイがかわした、外グランベッタが来ている、外をついてグランベッタが来ている、頑張る岩田とラブリーデイ、一着10番ラブリーデイ、一番人気のパタノミの三風が2着。去年迫ったがまだまだね。気を取り直して次行こう。一着。馬がレースから帰ってきたね。ねえねえ、はい、何です？どうしたの？
だね。いい感じだね。一番人気だね。 2.0 は一番人気。ただいまより品番限定戦ですからね。投票受付を開始します。さあ、10頭のゲートインが完了しました。大成完了。1枠1番クイーンステークス10頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。先頭に立ったのはイリュミナンス。内を通ってスルスルと乗ったものが上がっていきました。それから4番マコトブリギャール、2番フレイムコード、3番プーラブライド。10頭が第2コーナーに向かいます。肩の南風はこの辺り、それからこれも人気を集めております。レッドリベール、外を通りまして8番ブランレージュ、そしてその後ろから名称スザンヌ、下フレイムコード、プーラブライド、白い帽子にご注目ください。これが一番人気の肩の南風であります。7番レッドリベール、その後ろでやりましょうか。ブランレージュ、その外9番名称スザンヌ。パワースポットが上がってまいりました。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。先頭行く黄色い帽子はノットフォーマル、旗の南風が差を詰めてきた。先頭ウサキと旗の南風、ブランレージュ懸命に追った。旗の南風が完全に抜けた。ここでは負けられない。旗の南風一着、旗の南風末脚爆発、まるで疾風のごとき走りです。スーッと上がってきました。ヒンバー上げてながら G3 初制覇です。よく頑張った、偉いぞ。1着1番、2着8番、3着。よく頑張った、偉いぞ。よしよし、はい、何です？はい、何です？はい、というわけで、なかなか勝ちに遅い感じでしたが、クイーンステークスようやく結果が出ました。実はおそらく秋競馬かな。入った競馬あたりになるかと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。スターホースポケットプラス
プレイリスト、ございます。説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。またブログツイッターやっております。説明欄にこちらもアドレス記載します。よろしければご覧いただければと思います。ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。はい、何です？